久しぶりです。ゆきのです。虚数の機関連の伏線が回収されると同時に追加情報が出始めましたね。そんな感じで、今回は、ミホヨ作品の、時間に干渉できる疑惑が浮上している、よくわからん存在たちについて簡単にまとめていきたいと思います。結論から言うと、虚数の機と巨樹の残骸と時間逆転、停止能力と公式が言及しているグノーシス要素を、基盤に、パイモンについて簡単に考えていきたいと思います。なぜパイモンかというと、メニュー画面を操作した際に、パイモン以外の時間が止まって見えることから、パイモンが時間を操作できるという疑惑が浮上しているようです。ちなみに、かつて、モンドで、風の神様と一緒に祀られていた、時の神様的な存在がいたことが作中でも語られています。そんな感じで本題に入る前に、いつもの原神世界観の紹介をします。俺はミホヨガチ勢だぞ。というガチ勢の方は、概要欄の目次欄からスキップいただけると幸いです。原神の世界観について。原神とは、崩壊世界から、虚数の機を通して観測できる世界の一つになります。虚数の機から観測される世界は崩壊現象というエグい現象が発生し、この現象によって、人類や文明がボコボコにされます。虚数の機から観測される世界が崩壊にボコられ壊滅状態になると、その世界は、選定世界として、虚数の機からバッサリ選定されます。つまり、崩壊に敗北した世界は、終焉という名の終わった状態になります。原神世界には、崩壊世界の、終焉に抗い、世界を救うというテーマが、しっかりと継承されていることが公式から言及されています。公式曰く、原神には、グノーシス要素も詰め込まれていると言及してもいます。そのため、作中の七神は、アルコーンと呼ばれる、偽の神様的な役割を与えられた存在でもあります。このような世界観で、シナリオを構築しているらしいので、作中のソロモン関連は、パイモンがソフィア枠であることを隠す、ミスリードの可能性が示唆され始めています。昔から、ミホヨ作品の伏線は、細かすぎるものが非常に多く、偉人や悪魔や神様の名前を有したキャラが多数登場しますが、名前はあまり重要ではなく、わかりやすい伏線は、プレイヤーのミスリードを誘う要素だった前例が多かったりします。公式によると、ウィリアム・ブレイクの無垢の予兆という詩の要素も重要みたいです。簡単に例えると、無垢の予兆は、裏地開門所的な役割で、原神の物語の核心に迫った記述が読み取れます。これらの詳細に関しては、過去の動画で解読しているため、気になる方は、概要欄のリンクからご参照ください。ミホヨ作品、時間操作系能力。ミホヨ作品には、空間操作系能力を保有する、第二律者、空の律者が登場します。しかし、第二律者は、空間を自身の支配下には置けますが、時間の操作はできません。そのため、ミホヨ作品において、時間操作系能力は非常にレアで、作中では、現時点で時間操作系能力を保有している構造物は一体だけ存在します。そして、この一体が、とある機と、非常に関連性が高いことがほのめかされており、虚数の機ガチ勢の間で、大きな注目を浴びています。つまり、原神世界のパイモンが時間操作系能力を保有していた場合は、とある機との関連性が一気に高まることを意味しています。ちなみに、ミホヨ作品には、自身の意識を、過去の時間軸に転送して、疑似的なタイムリープを実行し、えぐい体験を繰り返した人物も存在します。ただ、彼の場合は、自分の意識を過去に転送するという手段を使用していたため、今回は割愛します。さらに余談ですが、荒屋敷、リンネ転生を実行する人工知能システムというキヤマガオのえぐい存在もいますが、彼女の場合は、魂の焼き直し的なことを繰り返しており、時間を巻き戻してはいないため、今回は割愛します。パイモン、非常食。結論から言うと、パイモンが時間操作系能力を保有していた場合、虚数の機と密接な関係があるだけでなく、公式が言及したグノーシス要素である、アイオーンの一柱であるソフィアとも一致する情報が多々存在することになります。ただ、パイモンが時間を操作できるというのは、ゲームの演出である可能性も非常に高いです。しかし、虚数の機とグノーシス要素を作中に組み込んでいるという公式の設定を加味すると、パイモンが時間を操作できるという疑惑が一気に高まる可能性もあります。パイモン、異世界の神様。公式が、原神世界にはグノーシス要素を組み込んでいると言及しています。実際に、グノーシスにおける、アイオーン、偉い神様の一柱である、ソフィア、知恵を司る定時の神様と、パイモンの役割は、異常なくらい酷似しています。かなり簡単にまとめると、ソフィアは、いろいろなことをいろいろやらかして、神の恩寵から転落した過去を持ちます。そして、ソフィアが司る特性が知恵であるため、パイモンが、不気味なぐらい知識量がえぐいという点も一致します。しかも、ソフィアは、世界の起源に関する重要な役割を与えられた神様の一柱でもあります。そして、ミホヨ作品における虚数の機は文明の起点と言及されています。つまり、
パイモンがグノーシスにおけるソフィア枠であった場合、いろいろな言動が噛み合ってきます。さらに虚数の機能、時間を操作できる要素と特性を考慮すると、パイモンが溺れていた理由、神の恩寵から転落したまたは時間を操作できるといった要素とも一致します。ミホヨ作品にはこのような設定も存在するため、パイモンが時間操作系能力を保有していた場合は、パイモンが虚数の機と密接なつながりがあるという伏線なのかもしれません。消滅エフェクト制御者、余談ではありますが、パイモンがメニュー画面で時を止めているという仮説が事実だった場合は、もう一つエグい設定もついてきます。それが原神キャラが消える時の消滅エフェクトです。どういうことかというと、ミホヨ作品には聖護者という設定が存在します。聖護者とは崩壊適性を保有している存在を表し、聖護者が命を落とす時は体を構成する物質が崩壊し消滅します。この設定が原神世界でキャラが消滅する時のエフェクトと一致しています。現時点で崩壊適性と神の目の関連性は不明ですが、原神世界でプレイアブル化しているキャラは全員元素を使用できます。つまりパイモンのメニュー画面の剣がゲーム演出でない場合は、原神キャラが消滅するエフェクトは聖護者であることを表す重要な意味が含まれていることになってきます。虚数の木と巨樹の残骸、みんな大好き虚数の木。崩壊世界から虚数の木を通して原神世界が観測されている公式設定が明らかになっているため、大きな注目を浴びているエグイジュ虚数の木の詳細に関しては石田明さんボイスの金髪男が解説してくれているため、今回は省略します。作中ではいろんなことがいろいろあって、とある男が第二の神の鍵、次元を操る力を保有するすごい武器を完全起動させ、とある都市の膨大な崩壊エネルギーを使用し虚数の扉を解錠しようとしたことがありました。その時に天空にうがたれた虚数の扉から意味不明な構造物が別の次元から降臨したことがありました。それが巨樹の残骸ニヒリズムです。出現場所と出現タイミングとネーミングと虚数の紋章から、虚数の木と深い関係がある構造物であることがほのめかされています。さすがに律師は神の化身には劣りますが、戦闘能力が異常なほど高く、時間を逆転させたり時間を停止したりと、自身を含めた一定範囲の時間に干渉する能力を持っていることが明らかになっています。要するに時間に干渉できるというミホヨ作品の中で唯一無二の能力を保有していることになります。ニヒリズムと虚数の紋章、このように巨樹の残骸ニヒリズムは虚数の木につながる虚数の扉から出現し、時間を操作できる能力を保有していたことから、虚数の木には別世界を観測できるという性質に加え、時間に干渉できる性質があることがほのめかされています。そしてとある蛇は巨樹の残骸ニヒリズムを異世界の存在であり人類の敵であるとバッサリ言及しています。ちなみにニヒリズムとは哲学的な視点では虚無主義を表す言葉でもあります。ざっくり表現すると、君らの世界の価値観とか無価値やろ論破的なことを指す言葉でもあります。さらに虚数の木にたどり着くために解消した虚数の扉から出現した上に、今回新たに実装された新属性である虚数と同じ紋章を戦闘中に使用していたことから、ミホヨ作品でも非常にレアな存在として大きな注目が集まっています。原神世界の稲妻、チャージ完了。メネレス、何があったの？キアナちゃんはどこなの？余談ではありますが、作中で虚数の扉が解除されたとある都市は、ミホヨシリーズでとある少女たちが出会い彼女たちの運命が交わった特別な意味を有する都市だったりします。そして原神世界の雷電将軍が管理する稲妻には、ミカゲロシンという建造物が存在します。ミカゲロシン、崩壊世界のどっかで見たことある建物に非常に酷似した建造物にも見えますが、詳細は謎に包まれています。こういった背景があるため、今後の原神のストーリーの展開と雷電将軍の目的が大きな注目を集めています。簡単ではありますが、以上で今回の動画を終わりたいと思います。